パンデミックが起きています。そうだな。ねえ、今世界はね、ちょっとあるウイルスによって侵されているわけですよ。はい、それ大丈夫？それそうだよ、それ大丈夫？今大丈夫？大丈夫ですよ。ああ、けどもしこれが T だったら、 T だった場合ね、どうしますか？ T はやばい、 T はやばい、 T だったらやばいですよ。T だったら今頃もう日本中も世界中パニックですから。はい、そんなゾンビパニックに対抗すべく武器を作りましょう今のうちにね。そう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 、1000円、予算1000円でゾンビに対抗できる武器を作ってこようという動画です。はい、なぜ1000円かというと、はい、はい、あのね、武器にいっぱい使っても食料とかなかったら死にますから。確かにね、もう武器にはもうそれなりのお金でいいです。うん、けど確実にゾンビをぶち殺せるやつにしましょう。まあ来週発表ということで、ね、で一番ゾンビに対抗できそうな武器を作ってきた人が、ウォーキングデッドです。映画になっちゃった。というわけで今回は1000円でゾンビに対抗できる武器を作ってくる選手権です。やっていきましょう。はい、はい、いきまーす。3、2。はい、ということで武器持ってきました。はい、はい、いやね、あ、ちょっと後で話すわこれは。はい、ちょっと俺でいい。はいよ。ごめんごめんって感じ。俺からいきます。はい、あの結構探したんですよ。はい、もう、はい、閉店1時間前から行って1時間まるまるいたんですけど、はい、ちょっとね、ごめんなさい。はい、まあ300円500円200円とかでこうパーツを組み合わせて作りたかったのよ。はい、あのね、全然ないの。まあだからその1個です、ワンパーツ。ワンパーツ、まあでもこれがリアルかもしれない。そうだから、リアル面としてはこれかなって。その代わりめちゃくちゃこれじゃんっていうのを持ってきましたんで、おうおうおう、紹介します。はい、これです。グロいなんかこれやっぱスコップとかが一番いいんですよね。うんうん、こう刺せるし切れるし倒せるしみたいなののこう長いバージョンがあったから、いやこれじゃんと思って。しかもこれ値段が1000円なんですよ。はい、おー、ぴったり。そう、そこの面でもぴったりすぎてもうこれ買っちゃいました。すいません、面白くなくて。いやこれ意外と戦闘以外でもなんかいろいろ使える。そう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 、まあ、まあ確かにね、ちょっと面白いけどこれです。俺ははい、はい、これは完全に忘れていた。何を？1500円になってしまった。1500円、はい、そっから何かパーツを外せばいいんだよ。そうだな。おー、いろいろ持ってきた。ちゃんとしてる、ちゃんとしてるね。おー、はい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 、こう繋げたいの。おー、いかつ。こいつらまずこれで止めるっていう、タオルをこう巻きつけてゴムをつけ、はい、燃やそうっていう。あ、体罰的な。火でこうゾンビをこうやってやろうっていう。はい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 、を取ります。あ、めっちゃこぼれた、やばい。うん、OK、燃えます。お、ついた。おー、すげー、おー、すごい、ついたけどさ、こうやってやったらどうなんてことだな。いつか折れちゃいそう。え、すごい、すごい。瞬間接着剤、すごすごいね。いいね、来たね、これ。あー、やっぱりだよ。あー、完成です。燃やすと、で、まあこうね、もうこうバシッてブーってなって、こういうゾンビが来たら、こうやって、うらうらうら。なるほどな。次僕行きたいです。どうぞ。はい、なんで？気合入ってますよ。気合入ってます。いいですか？はい。はい。はい。完成形なんですけど、とりあえず出していいですか？はい。僕が作ったものはこちらです。うわ。このちゃんと。うわ、グロお前なんか。ゾンビってイメージね、こういうところで頭やバンっていったら殺せると思ったんですよ。はい、だからまあこういうハンマーを買って、まあ、あと遠距離まあちゃんとしっかりあのここワイヤーで繋いで、すごい、で、あとチェーン買ってっていうのと、あとこれ倒した時にね、はい、ゾンビって返り血浴びるじゃん。はい、返り血って目に入ったりさ、感染症起きるっていうじゃん。うん、そのためのおっと、こいつ100円サングラスね。おぉ、緩いかったけど、まあここで、まあ、かけてればこうなるという。ガチでそうなる。シャムやん。すげえ、すごい、こうだ。
えー、怖い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 。でも今のところね、全員こう多種多様な武器がいいですね、本当に。まあ私はですね、はいはい、完全にホームセンターということを忘れていました。まあだが私なりに、はい、まあ、ゾンビ対策を持ってきました。はい、はい、で今回、まあ、みんなは多分 1v1 のゾンビ対決だと思うんですけど、そうですね、ゾンビワールドだったんで、多数のゾンビが来た時、まあ、有効であろうものを持ってきました。僕は100対1でもいけます。おぉバズーカなみのこちらです。は？生肉ですかね。まあこれはなんでかっていうと、はい、ゾンビは肉を求めてうーって来てるわけじゃないですか。逃げるためにこの肉をこうやってゾンビをうーって行かせて逃げるっていうやつです。ん？ゾンビが来た！うわ、あー殺せます。ガチで強すぎる。ガチでやっちゃうと殺しちゃうの。100殺せ。一回こう襲ってきてみて。ああ、こう、こうで、こうああ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 燃えてよ、早く早く燃えてよ。全然燃えない。よっしゃ、ぜーぜーぶーしゅーウィン最強ですよ。ぶーしゅーぶーしゅー。覚えている。なんで、なんでゾンビ殴ってくんだよ。噛めよ。やばいやばい、あー、こっちよし。何これ。